気持ち悪いなーとかっていう感じはします。やっぱりここが一番ゾワッてする、俗に言う霊感、霊感みたいなのがあります。あーあるんですね。いきます。はい、気味悪い感じの暗さですよね。うん、ここですね。ここでもさっき言ってたみたいにこう、お疲れ様です。お疲れ様です。ワンダフルワンワンニュアの日付です。はい、日付に来てもらったんですけど、ちょっと今日は例の動画を撮ろうかなと思いまして、まあ、前回一回入ってますけど、今日どうですか、入り口入ってみて。まあ、安定のちょっとなんだろう、気持ち悪いなーとかっていう感じはします。本当ですか。俺じゃないですよね。違うよね。違います、違う、違う、ね、まあ一旦あ撮影場所に行きましょう。はいはい、はい、ということで、まあ、いつもの撮影場所に到着したんですが、ひーすけくん2回目ですね。はい、前回がライブ配信の時ですね。はい、まあありまして、いろいろそうです。まあ今日また来てもらったという、いい、普通、悪いと言ったらどちらかといえば悪い。おー、ここではあります。今日ね、ちょっと新事務所のお化け疑惑ということで最近ね、あの動画でもね、あの新事務所がっていう話で、撮影場所もこういう風にね、テーブルとかあの用意してもらって、本格的にここで毎回撮っていくぞというところで、前回伊助くんがちょっとカメラ外なんですけどね、帰り道ぐらいにちょっと不気味だぞ、あの部屋。そうですね。ですよね。僕と伊助くんは全く何もあれだったんですけど、なんか話によると伊助くん、そのなんていうんですか、俗に言う霊感、霊感みたいなのがあります、ね。ああ、見えるってやつですね。まあ、見えるっていうやつです。いつからですか。もう小さい頃からなんで、本当に幼稚園とか保育園とかなんで、4、5歳の時からは。何が見えるんですか。ちゃんと見える時は、うん、くっきり人の形として見える時もあれば、はい、まあ、ちょっとこうぼやーっとしてなんか、うんうんうん、霧っぽいもので見える時もあれば、霧っぽい、はいはい、影で見える時もあればって感じです。バラバラなんですね。バラバラですね、そこは。そのくっきりはもうどんぐらい、もう人と見分けつかない、現実の人と見分けつかないとか、そういうレベルですか。もうがっつり普通の人と変わんないですね。おい、話しかけちゃうみたいな、よく聞きますけど、テレビとかでは。ありますね。あるんですね。僕全部嘘だと思ってましたけどね売れないアイドルのキャラ作りだと思ってました小さい頃なんかそういうのあります、今言ったみたいな。その僕が通ってた保育園が古い保育園で、あ、壁もちょこちょこ剥がれてるみたいな。まあまあまあ、地方だとね、そうありますけどね、はい、で、山中でも本当に木とかに囲まれて、うんうん、そもそもが薄暗いしみたいな感じのところで、うんうん、まあ寝てる時にちょっとこう足をツンツンってされて、で周りみんな寝てるしみたいな、トイレとかも本当に一人で行けないくらい、なんか普通にノックずっとされたりとかもありましたし、まあ、誰かがなんだろう、いたずらしてるんだろうと思って。ああ、まあそうですね、普通はね。普通はそうなんですけど、うん、まあ先生にちょろっと話してみたらなんか、うん、いやみんなここにいたよみたいなこと言うしそれは何、その見えるって気づいたのはいつなんですか。小学校の入学式の時に初めて見ました。入学式、あのおめでたい日で。そう、何が見えたんですか。小学校が、はい、昔の古い旧校舎と新しい校舎、本当になんだろう、おじいちゃんおばあちゃんたちが通ってた頃の校舎も残ってて、はいはいはい、まあその中にこうね、入れないはずなのに、はい、男の子とか女の子がいっぱいいたりとか。いっぱいいたり、こっち向いてこうやってわーって手振ってたりとか、はい、それを見て、あ、これ終わったなって思いました。もう全部それってことですよね。もう全部それです。窓際にずーっと並んでて、こっち見て手振ってるから、そこでじゃあ俺は見える人なんだみたいなことに気づいたと。そうです。もうその時周りの子に行っても誰もいないよとか、うんうんうん、え、何言ってるのみたいな感じだったので、あ、そういうことかと。じゃあ呪術廻戦とか笑って見れないってことですか。いや、あれはなんか、あれはちょっと違う。あれ呪いですからね。今怖いとかはあんま思わないですか、その見えても。たまにやっぱりやりますよ。あ、それこそ東京出てきた当初とかは、はいはい、なんかビルの屋上から人が飛んだり消えたり飛んだり消えたりを飛んだり消えたり繰り返してるの見たこともありますし、そこでもしかしたらそういう現実があったとか、まあ、誰かがそういうお亡くなりになられたのかわからないですけど。はいはい。え、一番怖かったやつは何ですか。山中にずっと暮らしてたから、はいはい、地元がね、地元の、はいはい、結構同級生の男の子と仲がいい子が一人いて、うん、はいはい、山の中を冒険しようって言って。ああ、いいじゃないですか。まあ学校が終わってからだからやっぱ夕方くらいに、はいはい、やっぱ山二人で入ってたんですけど、うんうん、結構奥まで行った時に、はい、なんか神社があって、はいはいはい、でその子もまあちゃんと見えてるから、あ、これはちゃんと実在するものなんだ
と思って、はい、でまあ行ってみようって言って、うん、まあお参りちゃんとして、ああいいじゃないですか。で帰って、でまあ親とかに話、今日の遊んだ話とかして、はいはいはい、でそんなとこあるんだって親も言うから、うん、あみんな知らないんだみたいな。でまた次の日その子と一緒にこうその同じところに行ったら、はい、何もなくて、そこにえでちゃんと道があったから、はいはい、獣道とかじゃなくてちゃんとしたこう、はいはい、切り分けられた道があったから、はい、ここで合ってるよねって言いながら行ったんですけど、本当に何もなくて、でそれをばあちゃんに話したら、なんか昔あったけど今はもうないみたいな、山に侵食されちゃってもう撤去されたみたいな話をされたことがあって、それが一番怖かったですね。もうだって建物自体がもう、その建物も鳥居も何もなくて、何を見せられたんだろうみたいな。でも別に何かあったわけじゃないですよね。そうです、特にはあったわけじゃないんですけど、友達もちゃんと覚えてるから、いやあったんだあったんだって言っても、大人連れてっても本当になくて、ああ何見たんだろうねみたいな。じゃあその見えるその、まあ、能力っていうか体質なんですか。分かんないけど、それなんか得したことってあるんですか。中学校の頃にやんちゃしてた時があって、あれ窓ガラス割っちゃったことがあって、うわっウェーイってなって、ひせくんのその当時の写真は載せときます。ないですね。ないですね。ないです、はい、まあ職員室呼び出されて、ああまあそうですね、まあ、怒られて、そりゃそうですよ。でまあこの方は親御さんには言ってないからねって言われて、うん、よかったって安心して帰ってたんですよ。そしたら後ろから人が歩いてきて、その時に今怒ってるよって声だけ聞こえて振り向いてもいなかったんですよ。誰も足音はしたんですけど誰もいなくて、結局話したのかと思って、先生も話したのかなみたいな。でまあとりあえず話さないでおこうと思ってたから、で帰って、でまあちゃんと親にごめんなさいって、今日だから座っちゃいました。で話をしたら、確かにめちゃくちゃ怒ってたんですよ。でもちゃんとそのひーすけの口からなんか言ってくれてよかったみたいな感じで、大怒りはしなかった、ちょっとなんか注意するくらい、次から気をつけてよっていう注意で済んだんですよ。あもうそれを考えるとそこは助かったなって思う。もしね言わないままだったらもうドブチギレですよね。やばいと思う。じゃあなんかお告げみたいなことがあったってことですよね、その後ろから。まあそうですね、後ろからなんか怒ってるよ。今見えてたりしないですね。今は見えてないんです。あ今は、ね、今は。あじゃあこの部屋はっていうか、まあこの一角は、そうです、この撮影ゾーンは大丈夫そうと。大丈夫そうです。大丈夫そう。あよかったです。例えばいる部屋だとするじゃないですか、そしたらもう居場所が決まってるんですか、そいつは。あどうなんですかね。でもそこにずっといる人もいれば、はいはい、結構うろうろしてる人もいれば。あそうなんですね。どこにでもいるというか。そうでもないですけど、あ結構たまにパッて出てきて、うん、パッて消えたりとかはありますけど。出てくるとかもあるんですね。あ出てきたなって思ったら、うん、消えたりとか、そういうのはありますけど、ずっといるのはそんなに見たことないです。ああそうなんですね。そのちっちゃい頃から見えてるわけじゃないですか。害はないとはいえ多少のそういうなんだろう、ちょっと怖さみたいな経験はあったわけじゃないですか、うん、なんか自分がこうお祓いとかじゃないけどやれるようにみたいなのは考えたことないですか。それはできなかったです、ね、できなかった。いろいろ試しては見たんですけど、ね、あ試してみたんですね。やっぱり全然なんか全く何の変化もなかったです。なんか例えばっていうか、それこそお経を読んでみたりとかあお経したんですけど、はい、何の意味もなかったです。あそうなんですね。まあまあじゃあまあまあいろいろね話聞きましたけど、まあ、本題はここからなんでちょっと不気味ではあるみたいな話もありましたけど、ちょっと隅々見てみますか。そうですね。はいはい、じゃあ本題なんですが、まぁ、あ、ちょっと部屋をね、探索しようということで、はい、はい、ちょっと端から見ていきますか。ちなみに今日このブラインド来たんですけど、やっぱ外から来たものってなんか連れてきちゃうとかも聞いたことあるんですけどね。あそうです。なんか感じますか、後ろは特にはあ大丈夫そう。何もないです。あじゃあこのブラインドは大丈夫そうと。じゃあちょっと移動しましょう。はい、歩きながら。一応このサーキュレーターも今回から。サーキュレーター、扇風機なのかサーキュレーターなのかわかんないですけど、邪気を感じますか。大丈夫です。大丈夫、はい、あはい、これ一応全部カレーの在庫が多分届いたんで並べてありますが、カレーは一応ね、どこだっけ、あ、そう、長崎県の島。どうですか、このカレーは。カレーも大丈夫そう。大丈夫そう。あ一応あとはまあ、成君的な意見、成君が最初にこう部屋を紹介してもらって、なんもないところで、はい、その時に言ったのは、この部屋電気消した時やばいかもみたいな。何も見えないくせに
言ってたんで、一回ちょっと消してみますね。そうですね、一回消してみましょう。はい、はい、いきます。はい、うわ、あ、確かにそうですね。えぐい、なんか気味悪い感じの暗さですよね。うん、てかその外の、なんていうの、あれ木なのかな。あ、影ですね。あ、影、そうそうそう、なんか中途半端に明るいから。うんうん、そうそうそう、あれです、確かに。え、気味悪い感じしますね、なんかいます。え、そういうのって暗くても見えるんですか。ま、形だけは。あ、見える、見えるので。え、見ないですよね。この大丈夫そう、ジョープだと思うんですけど、ちょっと怪しいかなってくらいです。あ、本当ですか。じゃあ一回つけますね。もうちょっとカメラ何も映ってないで今。まあ一応でも、まあ別にパッと見見えてないと。そうです。じゃあナリ君の気のせい、ナリ君はアホだということです。いや、そこまでは。あ、そこまでは、そこまでは言ってないです。ビビりすぎだろバカ野郎って。そうですね、そうです。まあってなると、あと玄関ですけどね。やっぱりここがあれですね、ここ一番ゾワッてするところですね。ゾワッてする、一応これかな。まあ、前回もなんかその感じたのはここっすよね。そうですね、なんかまあカメラオフでしたけど、一応ここはその、まあ、お手洗いと、まあ、使わないですけどキッチン、一応、まあ、水回りってやつですね。そうですね。あ、どうですか。いや、もう見てもらって、僕は何も見えないで。トイレも大丈夫です。大丈夫、はい、でもなんかこのスペース気になりません、ね、なんか確かこれ映していいもんなんかわかんないですけど。何のスペースなんですか。もうトイレ、水回りででも家バレるっていうけど、大丈夫か。トイレがある、ここがなんかこう、なんていうんだろう、なんか隙間、なんか、スペースがありましたね。それこそ流行りの変な家みたいになってますけど。そうですね。ね、でこっちはどうですか、そのキッチンというか、まあ水回りですね。キッチンも似た感じは大丈夫ですけど、うん、でもやっぱ明るくなるとだいぶ変わりますよね。あー、暗いと、いい感じの、うん、暗い。そうですね、キッチンも大丈夫そうです、ね、大丈夫そう。あー、まあでもちょっと不気味な感じは確かに、もう何も見えない人でもあります。まあやっぱ暗くなるとこの部屋ちょっと結構うん、度級に怖いかもしれないですね。ちょっと気味悪くなりますね。うん、玄関はまあでもここのあれか、雰囲気で感じたみたいなこと、最初来た時にちょっと不気味だなみたいな話してましたけど。ああ、そうですね。うん、玄関が、ね、すぐここにあって、横がこう水回りなんですよね。まあ一応じゃあ新事務所は無事ということでいいですか。そうですね。ああ、まあ、強いて言うなら電気消したタイミングと水回り、電気消したタイミングと、うん、ここですね。ここでもさっき言ってたみたいに、こういなかったのにみたいなのもあるわけじゃないですか。それは全然あり得るので、うん、まあ、なんとも言えないですけど、うん、今のところは大丈夫そうです。大丈夫そう。まあまあ今後ね、もしかしたらね。そうですね、もしかしたら、うん、次来た時いるかもしれない。いや、そうですよね。今後撮影するたびに来てもらうわけですけど、なんかいるとか言ってください。ちゃんと隠さないで。いますよ。でね、事務所は大丈夫ですけど、もしかしたらお店とかも。そうです。もしかしたら今のところ大丈夫ですね。今のところは。うん。まああるかもしれないですからね。やっぱあんだけ人が出入りしてたら。そうです。それ一人二人ね、キスケ君知らん、誰もいないところに話しかけてるよみたいなね。ぜひ今後ね、来るたびに毎回やろうかなと思いますが。ちなみに過去一会えて嬉しかった例とかいます。うん、亡くなった犬に会えたのは一番嬉しかったですね。あ、そういうのもあるんですね。亡くなって、うんうん、埋めてあげて、はいはいはい、でその次の次の日くらいにお墓参り行った時に座ってて、
もうその時はもう大号泣しましたね。じゃあ最後の別れをみたいなことなんですかね。そうですね。まあちょっと今後も続編ありということで、はい、いろいろやっていきたいなと思いますが、はい、ひすけくんが、未だに硬いということで、はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。お願いします。では次の動画で、バイバーイ。